マルクス・ホイルナーは、ドイツ・バイエルン州、シェスリッツ出身の元サッカー選手。現役時代のポジションはミッドフィールダー。1992年に1、FC ・アイントラハとバンベルクのユースチームに加入し、1997年からは、バイエルン・ミュンヘンのユースでプレーした。しかしトップチームでポジションをつかむことができず、2004年に1、FC ・ケルニー移籍。しかし、 怪我などもあり2年半で、リーグ戦38試合に出場するにとどまり、トップチームとリザーブチームを行き来した。2006年、1FSV マインツ05へと移籍。マインツでは、移籍初シーズンに16位となり、ツバイテリーガーに降格してしまったが、同クラブ最終シーズンである2008から09、シーズンに2位となり再び昇格。バイエルレーバー空前戦などで、 高いパフォーマンスを見せた。2009年3月、マインツ時代に指導を受けた、ユルゲンクロップが指揮を取るボルシアドルトムントと3年契約を結んだことが発表され、7月1日にフリートランスファーで移籍した。2011年 1FC ニュルンベルクへ移籍。ニュルンベルク移籍後は2012年のバイエルンミュンヘンとのバイエルン州ダービーで、 ミドルシュートを決め引き分けに持ち込むなど、要所でベテランらしい活躍を見せた。2014年 FC アウクスブルクに移籍した。ありがとうございます。